フェモラリスツヤクワガタは、昆虫甲甲虫目クワガタムシかツヤクワガタ族に分類されるクワガタムシの一種。小種名のフィモは、赤を、ロリーズは、水牛を意味する。古い図鑑の和名では、赤ア足アオニツヤクワガタとも呼ばれる。東南アジアのマレー半島やスマトラ島に生息し、高山地帯の熱帯雨林帯を住みかにする。大型のツヤクワガタで、 オスの体長は小型で4 2ト、mm、ル、大型で9 0ト、mm、ル近くに達し、最大で9 5ト、mm、ルを超えるサイズになる。前羽の色は生きている時は黄色がかったオレンジ色で、中央の展開部分が黒くなっており、死後は黄色味がなくなる。足部分が赤いことも和名の由来となっているが、赤足クワ型と違い、体の基部と足の一部ではなく、 脚部全体の色が赤くなっている。頭部と胸部の色は赤みがかった黒。オスは頭部が横幅があって大きく、大顎の力も強い。体調では負けても、横幅ではツヤクワ型最大種のアルケスツヤクワ型にも匹敵する。長歯型と短歯型があり、先端部が二股に分かれ、その後に一体の大きな、基部に一体の小さな内歯が発達する。 中型や小型個体で短派型は左右の顎形状が違う個体もいる。メスの羽はオスと違い中央の黒い部分がより太くなって大きくなり三角模様となっていて一見すると近似種のワラストンツヤクワ型やラコダールツヤクワ型等の同じように羽が黄色いツヤクワ型類と見分けがつきにくい。フェモラリスツヤクワ型マレーさん 94mm。 現名ア種の OF フマーリスがマレー半島スマトラ島に産する。別亜種の OF ウォーターストレイドティがカリマンタン島に生息。フィリピンのパラワン島には OF パラワニカスが確認され、人種となっている。成虫の寿命は1年近くになる。夜行性だが昼間にも活動し、ジャングルのローダンなどの樹液やエノキカなどの高木の枝を傷つけて樹液や果実の蜜を吸う。 オスは、大顎で、他のオス個体や、タシクワガタやカブトムシ類と戦う。メスは、ジャングルの朽木の下の腐食土に散乱し、幼虫は1年半ほど腐食土を食べ、その腐食土内に部屋状の空間を作りながら、成長する。ツヤクワガタの中では一般向けによく売られている種だが、現名ア種ののオ OF オフ,フェマーリス以外の種はほとんど、店頭には出回らない。飼育は、成虫は、 比較的簡単で高温に注意しておけばよいが闘争心が強いのでペアリングにはやや注意を要する。幼虫も低温飼育が効果的。色彩の派手さと大きさの迫力から一般的にツヤクワたるいの中でも人気が高い種となっている。ありがとうございます。